こんにちは、吉谷さん。住まいね。住まい、新築いいですね。私今中古物件に住んでるんですけども、こうやって住んでるとね、まあ、新築にはない良さもありますね。車と似たような感じなんですけども、この家を建てた人がどんな気持ちで建てたのかとか、それからね、どう大事にしてきたのかとか、そういうのが入ってますよね。特に吉谷さんも来たことがあるんで、お話したかもしれませんけども、この家っての家具が全部ビルトインで、その設計に組み込まれてるんですよね。ですんで後付けの家具っていうのがほとんどないんですよ。食器棚もタンスも本棚も全く買いません、まあ、ただね、文庫本っていうかね、この漫画本サイズですか、このぐらいの本はその戸棚がないんでね、書棚がないんで買ったりもするんですよ、カラーボックスとかを。で、お住まいになってた方が65歳で家を建てたらしいんですよ。で、結局65歳で家を建てて2世帯にしようと思って2階も整備したんだけども、お子さんがね、独立されちゃって自分の住まいを建てたらしいんですよ。まあ、それでちょっと老夫婦2人には広すぎるなってことで、90歳で平屋1階建てを建ててそっちに移ったらしいんですよ。ね、90歳で新築を建てるってすごいですけどもね。で、そういった形で65歳からおよそ25年住んでたらしくって、それから3年ほど空き家になっていて、そこに私が入ったっていうストーリーなんですよね。まあ、ですんで、当初中古で誰かに譲り渡すつもりはなかったらしくって、お子さんのために自分が2世帯の後に死んでしまってね、それからお子さんが住むようにと思って建てたらしいんですよ。ですんでね、作りが頑丈で、まあ息子さんは住まなかったらしいんですけども、今私がこう住んでる時にも前の方のね、ちょっと温かさを感じるというか、使い勝手の良さを感じるというか、特に玄関っていうのは人が何人来てもいいように大きめに作られていたり、豪華に作られていたりね。で、庭の方ももう本当に町内で一番ぐらい手入れが行き届いている、植え込みがあったりとかね、花壇があったりとかで、バックヤードも広いんですよ。要するに裏口の方から見ても広いんですよね。いや、そういう風なね、ひときわしっかりとした家を建てられてるなってことを感じましたね。ただね、今回ね、だんだん家の手入れが間に合わなくなってきて、それこそ庭の植え込みなんてのは立派な松の木がいっぱいあるんですけども、もう手入れができなくてですね、今松をね、どんどん切ってるんですよね。そこはちょっと想定外だったのかなと思います。で、前にお住まいになってた方が地元の有力者でですね、いろんな会社や工場とかね、それから一族がいらっしゃってて、街行けばね、その前のオーナーさんの同じ名字の方がポコポコいるんですよ。聞いてみると、この街を作った人が3人ぐらいいたらしくって、私の住んでる街はね、そのうちの1人だそうなんで、超有力者、超地主なんですよ。あっちの畑もこっちの畑もその方が持っていたらしくって、まあ大富豪ですね。だから90歳でもう一軒建てようかみたいなことにもなるんでしょうね、きっとね。はい、ただですね、そのお金持ちの方が、じゃあお金をバンバン使うことばっかりやっていたのかっていうことは、やっぱりそこは違って、人格が現れていましてね、節約はものすごくしていたらしいんですよ。その上で、まあ、地主業、その他管理、土地の管理とかをね、しっかりやっていて、とってもね、町の人にも評判が良かったということでございます。悪い噂を聞いたことがなくってね。で、今日何が言いたいかというと、お金持ちは悪い人なのかっていうことなんですよ。この私のね、家の前のオーナーさんの例一つを取って解釈を広げるわけではないんですけども、やっぱお金持ちは悪い人で、で、自分はいい人なのにお金が集まんないね。だから貧乏ってのは何だろうと。貧乏はものすごくいい人が割り送っていい貧乏になってるんじゃないかなっていう被害者意識ね、分からないでもないんですけども、でもちょっと考え方を変えてみると、自分がお金を使う相手って悪い人に対して使ってるのかな。いや、でも自分が吟味して吟味して、あ、この人だったらお金を払ってもいいかなと、この商品だったらお金を払ってもいいかな、もっと言えばぜひ売ってくださいっていう形でいろんなものにね、お金を払ってるはずなんですよ。ということは、自分は少なくともいい人に対してお金を払って、お金を受け取ってる人はどんどんね、売り上げが上がってお金持ちに向かってると思うんですよ。そうなってくると、
悪い人がお金持ち本当はなってるのかなっていうふうな疑問に気づかないといけないし、お金があることはいいことだし、お金が集めれる人っていうのはいい人なんだろうなっていうふうにだんだん考え方が育まれていくはずなのに、なぜかね、なぜか一般論としてはお金持ちは悪い人みたいになっちゃうんですよね。脱税をしてるに違いないと、なんか悪いことをして稼いでるに違いない、人を騙してるに違いないと、急速にお金が集まる、それは利益を踏んだくってるに違いないとかね、まあ、そういうふうな一般論になってくるのかなと思うんですよ。お金持ちはいい人っていうふうにあんまり思ってないと思うんですよね。うん、だからここなんですよ。金持ちは本当に悪い人なのかと。私は自分で思うんですけども、自分がいい人だというつもりはありませんけども、今までお金を使ってきたその相手は少なくともマトリックスアフィリエイトを除いてはいい人だと思うんですよ。この人にだったらもう騙されてもいいかみたいな、そこまでの感覚でね、払うこともありますしね。まあ悪い人に、悪いと分かってる人に払うことはないですね。この人はろくなお金の使い方しないと、金持ちになって悪いことをしているに違いないとかね、そういう人にはまあお金払わないと思うんですよ。それは多くの方が、ああ自分もそうだよって思っていただけることだと思うんですけどね。でそうなると、例えば特定個人の与沢翼さんとかね、与沢翼さんは悪いことなのかって話になってくるわけじゃないですか。与沢翼さんはね、多くの人を騙してアフィリエイトで利益を踏んだくっていたみたいなね。もちろんそういった側面はあるかもしれないと与沢翼さん自身も言われてましたけどね、完全に自分はキャラクター商品として、自分の会社の社員にね、もう使われていたと。なんかわかんないけど、これからこの紙に書いてあることを喋って、動画撮らせてくださいと。でその結果それがプロモーションに使われたりとか、まあ、ともすれば与沢翼の名を語っていろんなセールスが行われていたりとかね。でその結果ネットビジネスはじめ与沢翼には悪い人っていうレッテルが貼られてしまったと。でも自分の全然預かり知らないところで与沢翼のツイッター教室とかね、与沢翼の SNS 攻略みたいな商品が勝手に自分の許可なく売られてきて、その売られた一部の売り上げが入ってるかっていうと、やっぱり全然無許可だからね、こっちにコミッションが入るわけでもなくって、ただ自分の名前が悪く使われただけだったと。でそれも自分が急成長して利益を上げてきて目立ってきたからの反動であり、結局は自分のせいなんだなっていうふうにね、最近は落ち着いてるみたいですよね。その考え方も立派ですよ。だから金持ちっていうのは自分の名前が語られて、その語りによって被害を受けた人にまで俺のせいだなって思える、そのぐらいの気持ちなんですよね。自分が誤解の元になっているんだって、自分がなんか積極的に誰かを騙すつもりでやってるわけでもないし、そもそもそんなことがね、裏で走ってるなんて知らなかったのに、結果与沢翼のなんとかかんとかっていう商品に騙されたと。その売り上げのお金はどうせ与沢に流れてるんだろうみたいなね、レッテル貼られて、そう思われてもしょうがないけど、でもそれは違うんだっていうようなことをね、主張して、なおかつでもそう思われるのも仕方ないみたいなね、そんなことを言われてましたね。この懐の広さですよ、すごいなと思いますよ。本当にお金持ちは悪い人なのかと、与沢翼は悪なのかと。じゃあ私は与沢翼さんの、GWBS っていうね、株 FX の投資スクール購入しました。高かったですよ。でもいい人だから買ったわけなんですよ。いい商品だから買ったわけなんですよ。それは未だに後悔がないと。そして多くの人は1900人ぐらいでしたかね、それを買った人がいたんですよ。で1900人ぐらいの人のほとんどが挫折していって、これは学んでも儲からない、株は理解できない、 FX は難しい、難しいの簡単だみたいな言い方をしてね、売りつけられたみたいな言い方をするんですよね。でも実際私は与沢翼さんの株 FX スクールを買って、それを段取りとして、それを一つの、ね、要素としてね、で自分でも学習して他のコンテンツを回しながら今完全に FX を攻略してるわけですよ。で5年かかりましたよね、それは。まあ正確に言うと2年目でもう利益出始めたんで、まあ 2,3 年かかったと言ってもいいでしょう。でも GWBS っていうスクールはサポート期間3ヶ月なんですよ。じゃあ3ヶ月でマスターできなかったからそれは詐欺なんですかと。私は違うと思う。3ヶ月で学んだことを咀嚼して、そして学んだことを生かして、その経験や知識をもとに別の情報をフィルタリングかけて、もっといい情報とかもっと自分に合ったものを取り入れることによって完成したのが5年目だってことなんですよ。2年目から利益は出始めましたけども、でもね、これはたまたまなんじゃないかなと思う気持ちで2年目3年目を過ごしました。そして4年目、売上がどんどん上がってくるのを見て、そして自分でも教材を出してみてね、一定の
説得力もしくは教材に自分自身で、あ、作れたなと思うわけなんですよ。知識や経験がなかった頃はもうちんぷんかんぷんで何を作ればいいのか分かりませんでしたけども、今はね、作れるわけなんですよ。この基礎用語があったら FX は攻略できるっていうものが一つ、ね、もう一つはその基礎用語を生かしてどのような戦略、まあ主に言うと4つの戦略なんですけどね、その4つの戦略で十分自分は利益を取れてきたなという振り返り、これが重なって商品になってきたということで、私は GWBS を買ってよかったなと思いますし、与沢翼さんさすがだなと、数年にわたって私のモチベーションを持ち上げ続けてね、そしてその生き方、まあ家族の作り方とか暮らし方もすぐ参考になっているところがあるんですよね。もちろん丸々パクって真似をしようというわけではないんですけども、自分のライフスタイルとそれから稼ぎ方とかそういうものに合致していたんですよね、きっとね。与沢翼さんが日本を離れて海外に住んでるように、私は広島市というところをね離れて今の田舎町に住んでます。まあそういったところでも人との縁を切ってきたっていうところも参考にさせてもらいましたし、じゃあ自分の意識が向かう先はどこなのか、家族だというふうに与沢翼さんも言われてました。私も家族なんですよね。でその瞬間遊びもしないし、まあ女の子とも遊ばないしね、まあ、そうなってくるところも、あ、確かにそうしないといけないよなと、モテるだけが人生じゃねえよみたいな感じでね、やっぱりこう一人に戻っていったってところもありますしね。それから体を鍛えていくこととか、十分参考になったなと、うん、やっぱりこう、まあ、メンターとねいう言い方をするとまた安っぽくなっちゃうんでね、言いたくないんですけども、うん、確かに意識の中にいつも与沢翼の語録があるなみたいなね、うん、確かになと。もう今はね、そのタイトル見ただけで内容、動画なんて再生しなくても咀嚼できていくんで、逆に再生しなくなったんですよ。与沢翼さんが動画を更新しても見る時間が惜しいなと。もうそもそもサムネイルとねタイトルだけでもうわかるじゃないかみたいな感じなんですよねもちろん内容を見てみたらもっともっといいのかもしれませんけども、私はインプットよりも今小さなインプットから大きなアウトプットをすること、そういうフェーズに入りましたんでね、うん、まあ、動画をね30分1時間見る気はもう今ないかなっていうところでございますね、まあ、十分利益も取れてますし、ちなみに速稼塾やっぱりね今月またね売れ出したんですよ。10本ぐらい今月売れてますよ。お問い合わせがどんどん入り始めてね、で売れ始めた、いやありがたいですね。これは時節柄なのか、それともまあ、コロナによって傷んだ家計をねなんとか盛り返そうとしてるのか、それともやっぱり一番あるのは長い間私の動画を意識してくださった方がここだと思ってね決めてくれたってこともあるかもしれません。夏もなんだかんだ言ってもね結構儲けてる人出てますしね。で最近は広島のタワーマンション行きましたんで、そのフェイスブックを見て広島地元の方がお願いしますという形でね来てくださったりとかもあって、うん、やっぱり続けることってそういうふうに塔を建てることなんだろうなと思うんですね。新幹線じゃないや、なんだ、東京タワーか、東京タワーみたいなボーンと塔を建ててそれをずっとメンテナンスしていることが発信し続けることとすごく似てるなと。塔が建ってるから人は見てくれるし、じゃあメンテナンスをやめて塔をね下ろしちゃった、活動しなくなったらそもそも気づかれないですよね。で他の目立つ人のところ、要するに詐欺的なセールスが得意な人のところに行っちゃうかなってところですね。まあそこまで言ったら言い過ぎかもしれませんけども、与沢翼さんは何と言ってもね未だに発信しているというところ、うん、でも我がネオヒルズはどうでしょうか、発信来てますかね。 Facebook も見ないしね、メールマガジンも届かないし、 LINE アットもちょっと全然音沙汰なしだし、うん、どうしちゃったんでしょうか、ボンにしてってね、我がネオヒルズ、元ネオヒルズどうしたんでしょうか。はい、じゃあ与沢翼さんは悪なのかというタイトルでねお届けしております。いってらっしゃい。